はい、竹内です。こんにちは、こんばんは。ということで、久々に2日前予想ですね。はい、京都大商店の予想やっていきたいと思うわけなんですが、まあその前にですね、日曜に強めの雨が降るということです。はい、天気予報上、まあ日曜に強めの雨が降って、夜っすね。はい、夜からまあ未明まで割と大雨っぽい予報を出しているところもあります。結構降水量ばらつきがあるんですけどね。うん、で、月曜の午前もまだ小雨が降るみたいな、その予報にちょっとなっているというところが多いです。であればやっぱクッション値は低い可能性が高いなっていうところですね。で、平日後から話していたみたいに、クッション値が10超えるならね、もうイレブンベッドじゃなくて、もうディアマミドルの単幅だけ全力っていうのをやりたかったんですよ。まあそのプランはね、ほぼありえなくなりました。でまたね、僕の大好きな、クッション値が高い時ばっかり構想してくれるアイアンバローズ、これもね、楽しみもなくなっちゃったっていうことを考えると、まあほぼないなと。もうクッション値 9.5 以上になることは、その雨の予報が正しければほぼないだろうなっていうふうに思いますし、また阪神もずっと水まいてますからね、なんかよくわかんないですけどもね、阪神なんてクッション値がね、9.5 以上、もう10以上もあるし、9.5 以上がほとんど、7割ぐらいなんですけど、いきなり低めできましたからね、この開催ね。やっぱ中山のこの間の開催の時もずっと言ってましたけど、なんか匂うなっていうところはあるんですけどね。はい、なので、クッション値 9.5 以上の買い目っていうのは、もう最後に買い目っていうか印だけ紹介しつつですね、万が一のために。でクッション値 9.4 以下を想定ですね。はい、というかもっと低いクッション値を想定しての予想をもうしようかなと思ってます。はい、久々に2日前予想なんですが、どうなるでしょうか。ということで、京都大商店クッション値当日ですね、 9.4 以下の場合の本命ベラアズールということでですね、私対策動画であったり、追い切り動画であったり、ずっとねベアラズールと言っていました。はい、なぜか言いやすいんで、そっちの方が。ということなんですけども、本当に失礼いたしましたが、ベラーズールにいたします。クッション値が低い方がね、期待値の高い AC フラッシュ3区ということもあります。これ結構あって、このコースとは関係ないですけど、トータルで見たときに、AC フラッシュ3区の馬体のね、大きい3区、まあ多いんですけどね、500キロ超えるような馬もいっぱいいるんですけど、馬体の大きい、今回の定義はね、480キロ以上にしましたが、クッション値が低いときに構想が多いですね。はい。で、全体で見ても期待値が高いです。そっちの方が、クッション値が低い方がね。はい。で、そんなところに、このベラーズールはまさにそれに該当している馬であるというところが、プラスポイントの一つで、芝転向してからね、馬券外がないっていうね、これまでに何をやってたんだという感じなんですけども、芝来てからね、1着、3着、3着、1着ですか、かなり好走していると。で、やや重の阪神でも勝利しています。で、クッション値も 8.6 から 9.6 と、割と低めなところからね、真ん中っていうか、キワキワゾーンあたりまでで構想しています。そして芝前線で上がり1位っていう魅力ですね。この対応力は素晴らしいなと思います。で、結構気になったのがこの調教の部分なんですけど、ウッド調教できたんですよ。ウッドで登場してきたんですよね。これ意外でした。割と反路が最近続いてたのでっていう感じなんですけど、この4走前に阪神で勝った時にウッドなんですよね。ウッドで姉妹 11.6 秒で出てきて勝利しているので、これね、実績上から狙ってきたかなっていうように僕は思いました。はい。なので、馬の実績としては、一戦一発なので、丸っていう判定ですけれど、その右ですね、9社。はい。ウッドの姉妹が早めの成績がいいと、しかもね。で、全体的に見れば、反路成績の方がいい9社なんですが、前走反路から今走ウッドに切り替えてくるケースって、やたら構想が多いんですよ。それもあるし、ベラーズールが、阪神でそういう状況で結果を残しているっていうところもあって、これダブルで噛み合ってるなっていうふうに思ったんですよね。で、プラスコース特注調教。まあ、これ条件とか気になる方はね、3種類ぐらいあったと思うんですよね。今ちょっと忘れちゃってますけど、はい。ぜひね、追い切り動画とか対策動画の方を見ていただければね、この条件あるので、はい、阪神芝2400メートルの攻略できるようになりますから、ぜひ見てほしいんですけど、過去動画も。はい。コース特注調教の中のウッド組。で、レース前7日間で反路59秒台以下があるっていうところに該当している。で、クエスチョンマーク打ってるのは、やっぱ月曜開催なので1日ずれるんですよね。はい。日曜の時計が1日ずれちゃうんですけど、まあ、でも合格だろうっていうことで星マークつけてあります。星にクエスチョンですけどね。この1日のずれっていうところが結構怖かったりします。先週の名経 AL とかもそうですよね。当該種に反路使ってない。レース前7日間に反路使ってない時全部負けてるっていうね。まあ、それが1日ずれただけでそれが起こったっていう、まあ、偶然かもしれませんが。そんなこともありましたのでね。ハテナマークにはしてるんですけど、そういう調教の意図。はい、意図と、
旧車のパターンと、そういうところのね、噛み合い方がちょっと半端じゃないなと思ったので、ベラーズールかなり、気にしています。で、クッション値 9.4 以下の時の対抗がボケリーニということで、まあ、人気ですけどね、クッション値8台の経験ないですけど、前走 9.3 の目黒記念勝利していますし、馬場渋ってもそんな特に問題もない馬だと。不良馬場だった江ノ島ステークスですね、あれも何の不自由もない競馬もしていたっていうところで、まあ、雨が降っても全然いいよなっていう点ですよね。で、クッション値が高ければ跳ねるタイプの馬が結構いる中で、まあ、この天気予報でこのクッション値低くなるだろうっていうところを考えると、それがプラスに働く可能性が高いっていうか、周りの馬が減点されていっちゃうので、勝手にこの馬はどっしり構えていればプラスになっていくっていう差がついていくっていうところで、まあ評価せざるを得ないし、人気でも買わざるを得ないかなっていうところで対抗ですね。加えて調教に関しても全部20丸でした、判定が。はい、反論で 52.6 秒ですけど、過去成績の中ではですね、姉妹2波論12秒台でまとめの加速ラップの勝率が最も高い 42.9 あると、全体時計もいいというところもあります。でコース的にも、反論の加速ラップ姉妹12秒台まとめ2波論まとめの好成績のコースになっていると。うん、旧車としても姉妹12秒台まとめの加速ラップで、単走というのは旧車の中で好成績のパターンになっているというところもありますので、まあ、かなり資格がない状態になっております。はい、だったら本命にしろよって話なんですけど、まあ、ちょっと妙味とかそういうあれですね、さっきの調教の部分の噛み合い方、狙い方っていうところを考えて、ちょっとベラズル力試しだけで来てるわけじゃないなっていうね、色気持ってきてるなと思ったので、そっちをね本命させていただいたわけなんですけど、まあボッキリにもすごい高評価です。でクッション値 9.4 以下の時の黒三角、はい、これ意外と本命とも悩んだし、対抗とも悩んだんですけど、ヒンドゥタイムズ、はい、前走ホーキシュの、まあ、豪快な騎乗ですね、豪快な追い方で、まああれが良かったにしても、やっぱりね、去勢後の初戦でね、やっぱ馬体重がかなり動いてましたよ。やっぱホルモンバランスも崩れたりもしますしね、長期明けになったりします。で、でもそうは言っても去勢後の初戦でですね、この重傷で馬圏内なんていうのは結構レアケースですよね。他にダイワキャグニーとか、ビアンフェとかはなんとなく記憶にあるんですけど、ほぼいないんじゃないかなっていうところあります。だいたい去勢明けですぐ構想する馬の方が重傷関係なく少ないですからね。ねえ、でまあそのヒンドゥタイムズとしては、去勢明けは様子を見て、様子見を兼ねての凡走からの得意な阪神っていう風に来るかなと思いきや、去勢効果抜群を見せてからのこの阪神、得意な阪神、これはねかなり面白い存在だなと思うんですよね。で、まあ該当数が少ないので、まあこの阪神の芝の 2500m のクッション値が低い時にハービンジャー3区走ったこととかないんですけど、ほとんどないんですけど、ハービンジャー3区全体としてはクッション値で低い方が成績いいんですよっていうところもあります。はい、で阪神で馬券外になったことがないこのヒンドゥタイムズっていうところもありますし、そこもプラスだし、で、ダンのジョッキーが乗りますが、もう本当シンプルに必死に刺すっていう競馬はね、本当に彼は魅力があるので、無欲ではないんでしょうけど、まあ無欲の刺しみたいに見える競馬っていうのは結構魅力あります。人気薄をね、重賞で馬券内に持ってくることもありますから、そういうところもすごく合うかなというところで、はい、ヒンドゥタイムズね、かなり注目しています。で、そんなヒンドゥタイムズなんですが、リットノートでゴハロン、69.3 秒、姉妹 11.8 秒時計でした。全体時計遅めですけど、姉妹伸ばす形、これ構想が過去にしっかりあるパターンなので、まあ問題ないかなと思います。まあ合わせ馬とか、そういう内容的に全て順調の印象を持っていますので、去勢明けにすごい頑張っちゃったけど、ガクッと落ちてるっていうことはないのかなと思いますね。まあコースとしては相性が悪い調教だったりするんですけれど、旧車ですね。はい、ウッドの時計的にも、シマノの時計的にも最高レベルの組み合わせであると。遅めの早めですね。はい、全体遅めの姉妹早めみたいな、これがいいと。20丸以上って書いてありますけど、そういう評価をしました。で、これに該当してる馬のね、勝率って一番人気レベルです。はい、で一番人気じゃない馬もいっぱい当然該当してるんだけど、一番人気レベルです。回収もかなり高いパターンなので、そうなので本命とも悩んだんですよね。はい、なんですけど、こっそり単勝を抑えるかもしれませんけどね。なんですけど、まあ一応印上は黒三角っていうことにさせていただきました。で、京都大商店のイレブンベッドということになるわけなんですが、まず赤文字のところですね、クッション値 9.4 以下になると思います。雨降るって言ってるんですからね、これで晴れたら怒りますよ、さすがに。本命ベラーズール、対抗ボケリーニ。
黒三角ヒンドゥタイムズで、控えにまあユニコーンライオンですね。取り消しの馬が出たらユニコーンライオンが1個ね、黒三角にドンと上がって、あとはもうこのところでんですね、ドントンと上がってくるという感じにいたしますね。この単勝副勝3点ワイドボックス、馬連1点馬単1点、3連複1点、3連単1点、20丸丸黒三角で決まった時に馬券総取り11点できるっていうのがイレブンベットの狙いですし、僕の理想形です。はい。そしてまず左側の赤文字ですね、キワキワゾーンなしって書いてあります。いつもキワキワゾーンっていうのを作って、微妙なラインだったら両方の買い目を買うっていう風にしてるんですけど、今回もなし。なしの代わりに、もしもクッション値 9.5 以上になろうもんなら、なぜかね、なぜか晴れちゃったと。ね、まあありますけど、そういうことも。もうその場合だったら、もうちょっとアイアンバローズの単幅で置きに行こうかなと思ってます。はい、アイアンバローズのクッション値別の成績は、対策動画とかにもアップしてますし、これまでもずっと言ってきてますけどね。アイアンバローズ、クッション値って面白いなって割と思わせてくれるような馬ですよね、アイアンバローズって。そうやって言ってもらえることもあるんですけど、この馬分かりやすいですね。本当高い時走って低い時走らないパターンが多いです。で、奇跡的にクッション値 10.0 以上になったらディアマンミドルの単幅、はい、これいきます。もちろんクッション値 9.4 以下の方の買い目買いませんよ。10以上、ミラクルであったらディアマンミドルの単幅ですし、僕はね、今後クッション値 10.0 以上の時は、で、ディアマンミドル出てきたら、もうディアマンミドルの単幅だけで勝負するっていう予想動画にしたいと思ってます。次の一発目は。はい。それぐらいね、やたらクッション値高い時にね、走る馬ですからね、刺してくる馬ですからね、これ面白いんで、はい、どんどん人気下げていただいて、そういうチャンスが来た時にボコーンといって、ね、巨万の富をね、手に入れたいなと思うような感じだったりします。秋にあればいいな、そういうことが。てか、今回買いたかったんですよね、クッション値 10.0 以上でね。もうなんで雨ばっかり降るかなっていう感じなんですけど。はい。まあ、そんな感じで京都大賞店行ってみたいと思います。で、久々に2日前に動画アップしているので、予想を。なので、一応、まあ、お知らせになりますが、1本前は毎日王冠の予想をアップしております。はい。サリオス完全復活って書いてありますけど、もちろんクッション値次第でね、買い目変わりますけど、はい。このまま低めだったらサリオスを狙いたいなっていうふうに思っておる、次第でございますね。はい。まあそんな感じなんで、まあこの動画をですね、いつまでだ？だから日曜日までに見てらっしゃる方はぜひね、一本前も見ていただければなと思います。はい。そんな感じでお届けしましたね。ぜひチャンネル登録してもらえたら嬉しいですということで、最近ね、この予想動画の方でも、その対策動画でアップしているね、調教成績とか、クッション値成績、客室の成績、調教特注、追い切り動画の内容とかも、全部ね、週末にも入れてほしいっていうお声をね、何件かいただいたんですけど、ちょっとそれは無理ですね。それだとちょっと、なんだろうな、平日にアップしている意味がなくなってしまいますし、それをね、がっつりやっちゃうとですね、1個の動画の、この予想動画あたり、1時間超えると思うんですよね。対策動画で20分超えるし、追い切り動画でもまあ2、30分になるので、1時間ぐらいになっちゃいますからね、見ないでしょ ?1 時間も。そんな、載せてよって言った人も見ないでしょ絶対に。なので、まあ、過去の動画見てもらえればなと思ってます。はい。結局、まあ、対策動画やって、追い切り動画やって、その結論が、そこのね、情報も自分自身で参考にしながら最終的に予想するっていうのがこの週末の動画だったりしますので、ちょこちょこは挟んでますけど、全部っていうのはね、結構、きついですね。酷な話ですね。はい。もう一回同じ話をするっていう。だから前の動画をその、なんだろう、編集で、なんだろうな、つなげることは簡単なんですけど、それだと対策動画、追い切り動画見てらっしゃる方は、毎回ね、飛ばさなきゃいけなくなってしまうので、まあ、結構それもめんどくさいよなというところもありますので、ぜひ、まあ、なんだ、平日号をね、見てもらえれば嬉しいなと思っておる次第でございます。はい。競馬部門の著者やってます。竹内です。はい。まあ、サイトの運営とかアプリの監修とかやってますし、なんでしょうね。リンクなどは概要欄にございます。はい。TikTok の方でも競馬ネタ配信してますけど、ジョッキーネタやめてね、調教師ネタになして切り替えて、ガクッとね、見る人減るかなと思ったんですけど、割とそんなことないっすね。いやいや、TikTok にいる競馬ファンの方たち、なかなか渋いなと思いました。僕、ちょっとそのテストもあったんですよ、あれ。例えば、竹豊騎手とかルメール騎手とか伸びると。で、まあ、普通、他のジョッキーとかは、まあまあまあ、トップジョッキーは伸びますけど、そうじゃないジョッキーは割と下がるっていう感じだったんで、じゃあ、調教師だったらどうなんだろうな、反応悪いだろうなと思ったら、反応意外と良かったんですよね。なんでやっぱ TikTok 見てる競馬ファンの方にも、かなり頑張り屋さんっていうかね、意欲的な方たちが多いんだなと思いましたので、ちょっと TikTok の方ももうちょっと僕も頑張ってね、気合い入れてやっていこうっていう気持ちになりました。はい。割とライト層の方が多いと思っていたので、調教師ネタは伸びないと思ったんですけどね。こうなると、だから調教師ネタを
まあ、あと2ヶ月3ヶ月、まあ、年内ぐらいまで続けの、来年はちょっと馬主さんネタとかねやってみてもいいかな。本当は下花別ネタやった方がいいんでしょうけど、ちょっとその辺も考えながらね、マニアックなものをやっていいんだったらやっていいっていう感じでね、僕もやりたいですし、逆に YouTube の方が最近なんかのちょっとコアな馬券ネタとかを やると人が離れるっていう現象が起きるので、あんまり逆転してきてるかもしれないなっていう様子を見ながらやっていきますが、はい、そんな感じでやっている TikTok の方もぜひねフォローしていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、まあ3日間開催ですからね、で2日前に久しぶりに予想しましたけど、まあ、集中力も途切れずね、やっていける、集中力が途切れていない段階で予想ができたので、はい、いい結果が出るといいなと思ってますし、まだなんか皆さんの参考に一かけらでもねなれれば、もう10個20個30個ね、なんか例えば僕のこの予想とかにイラッとすることがあってもですね、1なんかここはつまめるなっていうところがあれば、それはそれで嬉しいなと思っておりますので、ぜひぜひね、高評価低評価チャンネル登録なんかねリアクションもらえたら嬉しいです。ということで竹内でした。バイバイ。